はい、今日はハイブ長岡2日目個別です。今日からリュウちゃんも昨日ぶりです。リュウちゃんは今日の昨日の夜行で長岡に来て、今日の朝の夜に帰ります。今日の朝長岡着いて今日の夜にまた夜行で帰るっていう、すごいよね、本当ね。今から一部なんでリュウちゃんが一部あるからね、とりあえず中に、とりあえず中に入りましょう。なぜかめいちゃんモチベが当たった。そう、上がった人ね。リカちゃん1部から3まで全部リカちゃん行ったよね。そう、全部行って1部から3まで全部リカちゃん行って、結局阿部めいちゃんが大好きっていうね。もうずっといや、これ普通に考えて意味がわからないさっきアイス食べてからずっとめいちゃんしか言ってない。もう可愛いめいちゃん。なぜか新潟の長岡まで NGT の握手会でリカちゃんに神戸から会いに来て、今日卒業する阿部めいちゃん、今日卒業公演をした阿部めいちゃんにハマるって意味がわからない状況じゃないですか。ほんまに可愛い、もうマジで可愛い。別にリカちゃんモチベが下がったんじゃなくて、阿部めいちゃんのモチベが上がりすぎてそう。だって今から何4部と5部行くのにさ、うん、もうリカちゃんいいっていう、もうめいちゃん言い出したもんね。本当に欲が見とく、もうずっと見とく。何であんな可愛いめいちゃんは。まさかの卒業当日に押すことになるっていう。今から5部と6部やからちゃんとリカちゃん行ってね、うん、ちゃんとちゃんとリカちゃん行こうね、まあね、気持ち切り替えれるなら切り替えて、とりあえず5部行こう。じゃあバイバイ。いや、楽しかったですね。楽しかったですね。今日は20日の握手会が終わりましたやっぱ日向ですね。はい、日向でしたね。僕はつぐみんでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。渡した。とりあえず長岡駅に着きましたね。はい、バスで終わりました。今からご飯食べるとこで、とりあえずこの辺で夕食食べるとこ探して行きましょう。2人がバス、夜行バス10時半長岡駅発らしいんで、それまで時間を潰さないと。そうですね。やだ、帰りたくない。帰りたくない。とりあえず今8時半だからあと2時間ぐらい時間潰さないと。そうですね。そうそう。でどこで食べる、ご飯食べたら、そう、あ、お前なんかあるわ。それ食べるとこ探さないと。いろいろここにあるんやけどね、心は長岡。うわ、もうこれで最後や。お願いします。こんにちは。これで長岡最後で、長岡から出ます。楽しかった、本当に楽しかった。最後のね、割とあっという間でした。高校生活最後のね、いい夏休みですね。の思い出ね。夏の思い出ですよ。最高、本当にありがとう。今日の朝来てね、今から帰るやもんね。まだ帰る、疲れてるしまった。うん、モチベ、あ、すごい怖い。そう、なんかね、そう、前もそうだけど、モチベがあったら疲れが感じないの。さすがだな、やっぱり怖いわ、本当。もう普通に疲れたよ。もう俺たち二人は金曜日から、そうそうそう、3日いるから、3日ここにいるから、そう、金土日って疲れる。金土日も金曜日に来て、なんだかんだあっという間やった、本当に。まあ、金曜日新潟市内観光して、昨日が全額で今日は楽しかった。一応この8月に新潟来る計画を今年の2月から立てて、2月が6ヶ月間頑張って、そう、練りに練って、半年ぐらい、半年ぐらい練りに練ってやっと実現して、もう嬉しかった、本当に。楽しかった。まだまだ先の話だと思ってたが、もうあっという間にあっという間に終わったね、本当に。まあね、みんなに行くと楽しいよね、年生とか。途中でね、変なモチベが上がっちゃったけど確かに、かちょっと昼にちょっと動画がそれが撮ってあるけど、なんだかんだリカちゃんに戻っていいから、安定のリカちゃんが、うん、本当に浮気じゃないもん、卒業したから浮気じゃない、大丈夫卒業したメンバーを好きになるっていう、次しかもチームメイトの卒業してから好きになる。つぐみんにも癒されてね、本当に。あの相変わらず、あの相変わらずのつぐみんの、あの相変わらずのあのね、爽やかな爽やかなあの感じ、爽やかにふわふわして、すごいふわふわした感じがもうたまらなくよかった。インスタ見てください、津田美のインスタ始まったんで、みんなね、どうで仲良くやってください、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。また来週じゃない、また来週。バイバイ。またね、バイバイ。また大阪で2週間後に2週間後、バイバイ。バイバイ。